のぞみ先輩、おはようございます。お、もう来たんだ。はい、パートナー行ってくる。先輩、グミ食べます？ああ、もらうもらう。じゃあ、先輩に言ったんだよ。朝ごはん食べてこなかったんだ。食べてこないと持たないよ。朝ごはん何食べてます？普通にトースト、あとはチーズとか卵とか。ご飯となんか味噌汁ぶっかけご飯。それ許せない。美味しいですよ。許せない。つぼみは？フレンチトースト。おー、それかわいいよね。本当だ、かわいい。のぞ先輩のクロスもかわいいですね。のぞ先輩って呼ぶのかわいい。かわいい、のぞ先輩。君らそんなにかわいい？重要？重要ですよ。息合ってるね。あそこいつも賑やかですね。まるで小鳥たちのさえずりのよう。なんちゃって、うん、のぞ先輩。あ、今行く。かわいいって言われちゃって。同じクラスの生物研究会の男子なんですよ。すごいね。どういう状況で？朝ごはん何食べるかって話になって、フレンチトーストって答えたらしいです。あ、パクった。つぼみのやつじゃんそれ。照れてる。照れてる。のぞ先輩はデートしたことありますか？はぁ？もうすぐオーディションだよ。だね。フルートのソロはさ、多分のぞ先輩だよね。だよ、うまいもん。いいね。はい。みそれ、のぞ先輩、今度水族館行くんです。あ、同じクラスの？やったじゃん。何着てく？そこはワンピでしょ。持ってないよね君、ワンピね。ない。貸そうか？え、いいんですか？つぼ先輩ありがとうございます。つぼみの服入る？それでなんとかっていうフグのところまで行って、うん、この魚見せたかったって。へえ、私にそっくりだって。可愛いんでしょその魚。でもフグなんです。可愛いならいいじゃんね、のぞみ。え、あ、うん、私太ってるってことかも。つぼ先輩の服やっぱり入んなかったんです。大丈夫、そのままで十分可愛いよ。